はい、こんばんは。人種読書会の宮沢です。今日もツイキャスをやっていきたいと思います。今日は2018年の11月22日です。明日から3連休ですね。皆さんも多くの方が明日お休みなのかなと思います。まあ明日お仕事の方もおられると思いますが、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。先に告知なんですが、メルマガ登録をですね、募集してますんで、よければご登録ください。YouTube を聞きの方は、チャンネル登録、グッドボタンですね、よければお願いいたします。あと、Amazon、楽天のですね、リンクも貼ってあるんで、よければ、ご登録いただければと思います。今日いただいたイクラとタルトを食べさせていただきました。イクラ大変美味しかったです。ありがとうございます。タルトも、何ですか、タルトの部分がすごい厚くて美味しいものでした。また今日ピスタ先生の新作をいただきまして、素敵な冬仕様のちょっとこの画面では分かんないですけど、こたつ仕様のやつをいただきまして、ありがとうございます。さくらさん、斉藤さん、住山さん、バンさん、こんばんは。ありがとうございます。今日は一応テキストを用意してあるんで、そちらを紹介しながら、まあ1時間ぐらい雑談したいとは思うんですけども、明日ですね、一応、川端康成の雪国で読書会やります。2年前1回やったんですけどね。久々に私もちょっとさっき読み返してました。読み返すとともにちょっとね、来週の世界の終わりとハードボイルドワンダーランドもそろそろ読み始めないと間に合わないと、あと年末の悪霊も読んでかないと、読み終わらないんで、ちょっと時間を見つけて頑張って読んでいっております。まあ皆さんもお時間見つけて、まあ3連休ね、読書の秋ということで、どんどん読書していただければなと思います。帰宅中、宮沢さん、映画の銃、邦画の割に面白かったです。あ、中村文則さんの銃ですかね。私、中村文則さん一作だけ読んだことあるんですね。スリーでしたっけ。なんかそんなのあれ、銃も読んだかな、忘れちゃった。あ、熊野さん、こんばんは。あら、広瀬アリスさんが出てんですね。私結構広瀬アリスさん好きですけど、広瀬すずさんより広瀬アリスさんの方が好きですけどね。雪国の朗読聞かせていただいてます。私にはちょっと難しいですが、美しい文章ですね。私もさっき読んでたんですけど、文章はね、やっぱりいいですね。文章がちょっと飛躍するっていうかね。あとね、書いてることがやっぱ難しいですね。すごい抽象的なことを書いてるんで、まあちょっと読み直してちょっと、難しいなと思いました。何ですかね、やっぱり川端康成も書いてるものってのは古典に通ずる何かがありますね。帰ったら来ます。映画の銃面白かったっす。だそうです。まあお近くのとこでやってたら映画10見に行ってください。私はちょっとあまり興味ないんですけど、面白かったですね。何ですか、どういう話なんですかね。なんか拳銃を調達してきて誰が撃つって話なんですかね。雪国と聞くとどうしても吉幾三さんを演奏します。雪国っていうね、曲、駒子はつららにと暮らしていますとかいう歌があるんですね。あれね、坂本冬美さんのね、 YouTube にあると思いますけども、吉幾三さんの雪国もね、追いかけて雪国とかやつですね。いい歌ですね。じゃあ今日ね、ちょっと久喜修造っていう哲学者がいまして、この人の生きの構造っていう本があるんで、ちょっと私さっき読んでたんで、まあそれを紹介しながら雑談したいかなと思います。あ、どうぜさん、あんさん、こんばんは。まあ結構有名な論文なんですね。これ海外で
評価が高いのかな。まあ、あの生きっていうのは何かってことですね、あの書いてある哲学的に説明してある本なんですけども、まあ、明日やる雪国も生きの話なんですね。コマコってのは生きな女性なんですよ。なんで生きな女性の生きっていうのはどういう状態で発生するのかということですね。馬野さんいじっていただきありがとうございます。あ、そうですね、まあスルーする時もありますけどそれご了承ください。あ、どうですか、今夜ありがとうございます。そうそうそう、だから生き、あの私最近よく立川談志さんのなんかね音声聞いてるって話をしたんですけども、昨日も聞いてたんですけども、なんかね山藤昌司さんというイラストレーターの方と対談してる音声があって、なかなか聞き応えがあったんですね。でそのなんだろう、一人で喋ってるより誰かあの古典落語が好きな人と喋ってる時の方が、まあ家元は素直に喋ってますよね。でその落語っていうのは何なのかって話を、まあ、してました。その、まあ、まあイリュージョンの話もしてたんですけどね。この前イリュージョンの話しましたけど、何の話でしたんだっけ。ああ文化防衛論でイリュージョンの話をしたんですね。イリュージョンっていうのは何かっていう問題があるんですけども、まあそれにも関わってくると、落語の生きっていうのは、落語における野暮とか生きっていうのはどういう概念のことを野暮とか生きとか言うのかと。まあ私はあの桂文楽さんの何でしたっけ、明けガラスっていう話が好きなんで、まあその山藤さんと喋ってたら、桂文楽さんってフレーズがいいと、非常にフレーズがいいっていうことですね。あのまあ落語家の喋るフレーズっていうのはあるんですよね。惚れてしまうやないか、ちゃんかわいみたいな、ああいうやつですね最近それが私の中ではハマったフレーズだったんで、惚れてしまうやないか。まああとね、あのなんで千鳥の癖がすげえんじゃ、 なんとかさ岡山弁みたいなやつね。ああいうフレーズをこう人の脳裏に叩き込むってことですね。こういうのができる名人っていうのは、そういうのを古典落語の中でたくさんやるわけですよ。このついつい真似したくなるフレーズを、とか口調をやっぱり話の中に入れてくると。でこのフレーズっていうのは古典落語のやっぱり魅力っていうか財産だってことを、まあ一生懸命しゃべってましたよ。でその私は取り上げ桂文楽さんは粋だなと思いますね。でなんで粋なのかっていう問題ですね。その粋っていうのはどういう状態から生まれるのかと、俺はね宇喜竜蔵は結構頑張って説明してるんですよ。なんでまあちょっとシェアしたいなと思います。まあ雑談しながらですね、そんな一生懸命説明したってどうだって話ですからね。ただ明日やる雪国もその小箱が粋な女性なんですよ。でも島村駒子のことが好きなんじゃないんですよね、あれね。駒子がその何でしたっけ、吉尾に対して思ってる思いに対して介入してるみたいな、なんか感じがするんで、まあ、その辺のことと重ねて紹介したいなと思います。あ、山盛りの本、そうそうそう、山盛りの本がね私の机の横にあるんですよ。まあ、確かに見たはずないのに見たかのように書くってね、恐ろしいなと思いますね。あ、そうそう、だからその山藤昌司さんとあの立川談志さんが喋ってて、その立川談志さんのなんか前週の表紙をね山藤昌司さんが書いてるんですね。なんだったっけ、遺言って本があるんです。遺言なんかね十何巻ぐらいあるんですね。なんか私図書館では見たことあるんですけど、あ、まあ書店でも売ってると思いますけれども、立川談志遺言大全集ってなんですね。この表紙をあれですよ、山藤昌司さん書いてるんですよ。あ、こういうイラストなんだ。これ1回目の下書きで書いたのをそのまま使ったって言ってましたね。その後書いてあの字を直すとどんどんダメになっていったって言ってました。まあ、その音声どこでその音声後で右上に貼っとくんで、 YouTube にアップした時に、あ、それ聞いてみてください。まあ何言ってるか分かんないかもしれないですけど、まあいいこと、芸術論ですね、言ってますよ。で立川談志遺言大全集って15巻ぐらいあるんですよ。でその
一つ一つに楽あの CD が付録でついてるんですよ。その CD を全部アップしてる人がいて、まあ違法アップロードですよね。まあ図書館で借りればその CD もついてくるのかな多分。まあ買えばいいんですけど、買えば、あでも買っても今安いんですね。CD ついてんのかなこれ。CD 付きって、あ全巻に取り下ろし CD 付きって Amazon に書いてあるんで、まあ、あまあでもすごい売れたんでしょうね。あの中古でも安く売ってんで中古で買わなくてもいいんですけど、まあ興味のある方は図書館で、ね借りればいいと思うんですけども、なんかその田辺萌一さんという紀伊国屋の社長の後ろ姿を山藤さんが描いたことが描いたんですって、イラストで。それがすごい感じが出ててすごいって言ってたんですよ。で一度も山藤さんはその田辺萌一さんの背中を見たことがないはずなのに描けたって言うんですよ。で 絵描きっていうのはそういうのが分かるんだって山藤さんがそんなようなこと言ってましたよ。ってことは見てもないものを描けるというイマジネーションでね、描ける力がやっぱり画家にはあるってことですよね。だからあの一度も見たことなくても想像力だけで描くと、描いたものは見たことある人はこれは確かにその通りだと、田辺萌一先生の背中であると男子さんは言ってましたよ。ですごいなって言ってました。ということは一度も見たこともないものでも描くってことですよね。まあ作家にしても画家にしても一度も体験したことないことでも体験したかのように描くってことですよ。そういうことができるようになるってことですね。それがまあなんでできるんですかねそれは分かんないんですけども、そういう能力が人間に共感力っていうかあるんじゃないですかね。そういうことを言ってましたよ。あトムさん今夜ありがとうございます。じゃあ息の構造説明していきますか、せっかくなんで。まあそんなあの雑談しながらやってくるんでちょっとね内容難しいんでね。で私もさっきちょこっと、まあ、学生時代買ってね読ん でさっきちょこっとあの読んだだけなんで、別にそんな細かく調べて読んだわけじゃないんで、あのただ雑談がてらにあの紹介するだけなんでご了承ください。息の内包的構造、あの岩波文庫に入ってます。今なんだろう、青空文庫にも入ってるのかな、見てみますか。まあ、そうせっかくはテキストあった方がいいですもんね。ちょっと待ってくださいね。あ、 ありますね。ありがたいですね。買わなくてもあるってことか。今貼りますね。まあなんでちょっと難しい字は私もねその調べてないんで、じゃあちょっとね前書きとか飛ばして息の内包的構造からいきますね。息の内包的構造、意識現象の形において意味として開示される息の得得の第一課題として、我々はまず息の意味内容を形成する帳票を内包的に識別してこの意味を判明ならしめなければならない。ついで第二の課題として類似の諸意味とこの意味との区別を外延的に明らかにしてこの意味に明晰を与えることを図らねばならない。かように息の内包的構造と外延的構造とを等しく鮮明することによって我々は意識現象としての息の存在を完全に得得することができるのである。まあ息の意味内容と、あとは他の息に近い言葉、まあ、息って言葉の周辺の言葉があるんですね、これね。あとで 図で書かれていくんですけども、確か。まあ、その話は置いといて、まあ、こんなところでいちいち詳しく説明すると、抽象的な話なんで、まあ、息の存在をこれから説明しますと。あ、マミコさん、こんばんは。で続きです。まず、内包的見地にあって、息の第一帳票は異性に対する媚体である。異性との関係が息の原本的存在を形成していることは息ごと色ごとを意味するのでもわかる。息な話といえば異性の交渉に関する話を意味している。なお息な話とか息なことというそのうちにというううちにはその異性との交渉が尋常の交渉でないことを含んでいるということです。息ってのは媚体ですね。こびると色目を使うと、これが息の一番重要な、息であるってことは人に流し目を送るっていうか、なんだろう、生めかしいと人に取り入ろうとする態度ですね。
猫っていうのは媚態ありますよね。猫の形って人に媚びてると思いますよ。猫が犬より、ツイッター上では犬より猫の方が人気ありますよね。なんでかっていうと、猫っていうのは粋なんですよ、やっぱり。ちょっとあんまり犬を描いた小説、犬を描いた小説ってなんかパッとしないような気がするんですけど、猫が出てくる小説はねありますよね。まあ、あの猫と肖像と二人の女っていうのを以前読書会で谷崎潤一郎のやりましたけど、まあ、猫が可愛くてしょうがないっていう男の話ですよね。でね、自分が食べたなんかアジをこうくちゃくちゃやって猫に与えるわけですね。それを見てると奥さんが嫉妬するわけですよ、猫と仲良くしてだんだんで、なんでかって言ったらリリーとかに猫がいるんですね。あれね、猫が媚態、人に取り入ろうとするとこがあるということですよ。で、粋っていうのは基本的に異性との関係の中で起こるってことですね。で、粋な話っていうのは異性との交渉ですよ。それが粋だってことですよ。あ、でも落語家で桂文楽さんっていうの女性を描くのはすげえうまいなと思いますよ。だから、あの、私なんで明けガラス、明けガラスっていうのはなんかね、すげえ真面目な坊ちゃんが吉原に初めて登楼すると、親父があんまり勉強してると頭がおかしくなるから近くのチンピラに頼んで吉原に自分の息子って連れてってもらった話なんですね。で、まあ、その、まあ、吉原がいいかどうかの問題は置いといて、こんなほとんど吉原の話なんですよ、この久喜修造さんの書いてる、おそらく粋の構造っていうのは、今から、今のその人権上の見地からすれば吉原なんかはダメだ。立川談志さんも言ってましたね、芸人が吉原を賛美するのは俺は大嫌いだって言ってるんで、あんまりその狂わ者みたいなものやらないですよね、あの人もね。そうです すごい、あの立川談志さんっていうのは、私その付録の CD 聞いててですよ、近代人なんだなと思いましたね。あの、何でしたっけ、その古参師匠っていうのは桂文楽さんの弟子なんですよね、確かね。そうじゃなかったでしたっけその辺がその辺がよく分かってないんですけど、古参師匠っていうのは長野市の出身らしいんですけどね、長野市では長野市の出身だっていう意識はあんまりないんですけども、この人はどこに、あ、四代目子さんに入門したって書いてありますね。あ、そっか。まあ、あの、何が言いたいかっていうと、軍隊生活してたわけですね。二等兵、歩兵前座時代に、これウィキペディア見ると、大日本帝国陸軍歩兵第三連隊に招兵され二等兵になる。226事件残って226事件、2月26日に起こった226事件では反乱部隊の機関銃兵として警視庁選挙に出動した226事件で反乱部隊側にいたんですね、小沢師匠っていうのはそれは知らなかったですけどすごい人ですね。それは置いといて、弟子入りして、その奥さんと一緒に住み込みみたいな、奥さんと一緒に住み込みってことないのが、あの、なんかね、やっぱりすごい何ですかね、あの落語家の奥さんっていうのは師匠に、まあ、すげえ荒っぽく扱われると、弟子の奥さんですからね、弟子と同じかそれ以下みたいに扱われるっていうのは、それあの小三師匠がやられてたのを見て、自分はたまらないと、だから自分の奥さんは絶対師匠の前に連れていかないって決めたって言ってましたよ。奥さんのことは大切にしてたのと、まあやっぱりその何ですか、落語の徒弟制度っていうのは必ずしも落語にとっていいものではないのではないかってことをずっと考えてたってことですね。だから落語協会辞めたり寄席に出なくなったりしたってことですよね。らしいんですよ。まあ、あんまり落語好きな人にそんなことを喋ったって、落語好きの人は落語好きで、あの、なんか凝り固まった考え方があるから違うだろうって言われちゃうと思うんですけど、あの、なぜそう思うかというと、 YouTube の落語の動画見ててコメント欄見るとすごい荒れてるんで落語好きが喧嘩してるみたいなとりあえず立川談志さん嫌いな人多いから、私も落語はあんまりいいと思わないんですけども、いいやつもありますよ。あの芝浜とか楽だとか、全部が面白いかというとそうでもないし、まあ
まあそんなことはいちいち喋ってもしょうがないんですけども、まあ近代化しようとしたとあの落語家自身をですよ、あんまりその吉原を賛美するとか、奥さんがその師匠にあの雑に扱われたりするのは許せないとか、結構そういうことを考えてた人ですよ。あの芸人っていうものを近代化しようとしてたと、あの文化人のレベルまで落語家も上がっていかなきゃいけないと。で、小三師匠ってのはそういうことを考えたこともないし、なこと どうでもいいと思ってたと、考えるだけのあれもなかったんだってすごい言ってましたけども、なんでそんな話してんだ。まあ、あのさっきの狂わ者っていうかね、その吉原のやつはやらないわけですよ。あの男子さんはね、あんまりやらないのかな。やってんのあんまり見たことないですけども、見たことないって YouTube でアップされてんのしか見たことないんですけど、まあ、で桂文楽さんっていうのは、まあ、その狂わ者みたいなのをやるわけですよね。やるっていうか、たくさん演目やってるかどうかは知らないんですけど、あんまり私なんか心眼と明けガラスの CD 持ってて聞いたぐらいなんで、あと細かい話はあんまり聞いてないんですけども、ただ色っぽいなとは思いましたよ。色っぽいですし、粋だなとは思いました。で、その色っぽさ粋ってのは何なのかってことですね。で、それは女性に関することだと。男子さんはなんか自分で女性を描くのがうまいけど、小三師匠は全然できないって言ってたんですけども、まあ、桂文楽師匠に比べれば全然あの女性を描いてるとは私は思わないですけども、その女性との交渉が尋常の交渉でないことを含んでることをうまく表現できる人が古典落語に中では粋なんですよ。そういう意味で明日やる川端康成ってのは粋ですよ。あの女性との尋常ではない交渉を書いてるわけじゃないですか、ずっと雪国って話自体はですよ。都会のなんか舞踊評論家の島村っていうのが、あのなんか新潟のね雪深いところに行って、駒子っていう、まあ、女性が、まあ、美体を示してくるわけですね。取り入ろうとしてくるのとのその、まあ、3回ぐらい行くわけですよ。その異性交渉が尋常じゃない状態を最後まで書いてる話なんですけども、まあ、粋な話だなと思いますよ。雪国ってのは粋の極みみたいな話。まあ他にもそのそういうこと書いてる日本文学はいますよ。そのまああのなんだろうな、谷崎潤一郎はちょっと違うんですよ。粋っていうよりはなんか変態性欲みたいなマゾヒズムなんですよね。あの人はあの人で、まあ、粋ではあるんだけど、粋からまたずれていくものがあるんで、ちょっとでもまあ永井荷風とかね、川端康成とか、あとまあこのあと出てくる近松秋子、まあ、近松秋子の作品なんて 1,2 作しか私読んだことないんですけども、まあ、なんだ女性を囲うとかね、そういうことを書くわけですね。あの谷崎潤一郎って女性を囲うって話を書かないんですよ。女性に逆に囲われていくみたいな、囲うつもりで囲われてって言ってなんかあのなんかマゾヒズムみたいなね、足で踏みつけられるのが俺がいいんだよ学生さんみたいな感じの人だから。だけどあの永井荷風とかって前あの木刀祈願やりましたよね。あれもほらお雪とかいう人の家に通う話じゃないですか。まあある種囲ってはいないんですけど、通ってその仲を深めていくって話を書いてるんですね。まあこの雪国、足ある雪国もそうですけども、まあそこの、まあ、通常の交渉じゃないわけですよ。まあそれは相手がそういう商売の人ですからね。まあ芸者とか、まあ遊女ってことじゃないですけど、まあ、まあ売春婦ですから、まあそのことに関わってるのが美体と、人に取り入ろうとすると、なぜ人に取り入ろうとするかって、それで生計立ててるからですね。あの狂わの人はね、狂わっていうかその加害っていうか花町の人はですよ。それは粋の根本的なところにあるんだと。それは近代的な話じゃないですよ。これ江戸時代からの日本の粋っていうのは何かって話なんで。で続きです。近松秋子の粋なことという短編小説は女を囲うことに関している。そして異性間の尋常ならざる交渉は美体の皆無を前提としては成立を想像することができない。すなわち粋なことの必然的制約は何らかの意味で美体である。しからば美体とは何であるか。美体とは一元的の自己が自己に対して異性を想定し、
自己と異性との間に可能的関係を構成する二元的態度であるということです。ここから急に哲学的な表現になってついていけなくなると思うんですけども、生きであると、この前ね、霧島部活やめろってよっていう話やりましたよね。私登場人物が忘れちゃった、山本美月さんがやってた女性っていうのは多分まあ生きですよね。だからスクールカーストっていうのは何でできるって、生きと野暮で分かれてるっていうことも言えるわけですよ。生きな人っていうのは異性との交渉が尋常な交渉でないことを含んでる、まあスクールカーストって言い方は私は好きじゃないんですけど、そのスクールカーストの上の人たちは異性との交渉が尋常な交渉じゃないことを含んでるんですよ、おそらくね。でまあそれはその恋愛関係の中でそうなんでしょうけども、まあ霧島の彼女である山本美月さん役の女の子がいましたよね。あれで霧島との関係、霧島が勝手に部活辞めて学校来なくなっちゃったっていう尋常な交渉じゃない状態になったら、あの人自身がまあある種の何ですかあの人自身にある粋な部分が出てくると。それはなぜかというと、霧島との関係の中で粋になってくるわけですよ。ただ綺麗だってだけでいて、彼氏がいなければ、まあ、それただ綺麗な人なんですけども、霧島との尋常ならざる関係の中で粋になってくってことですね、なと思うんですよ。あの人の粋とか育児、この後育児って概念も出てくるんですけども、突っ張ってツンデレとかいうツンのとこですねこれは必ず異性の存在があると、異性の存在と自分との存在の中に関係ができる中に媚態っていうのが出てくると。野良猫もニャーニャー言いながら餌をねだってくるから媚態があるわけですね。野良猫同士群れをなして暮らしてれば別に媚態なんかないわけです、人間にとってね。だけど人間に対してこう鳥って餌でももらおうって猟犬で近づいてきて、それで、まあ、そういうとこから媚態っていうのは生まれてくると。一人っきりで媚態ってことはないわけですよ。必ず自己が自己に対して何か第もう一人の対象がなければ関係性で媚態って出てくるってことですね生きって第三者が感じるものですね。抽象化すると第三者、抽象化すると概念なんじゃないですかということだと思いますけども、で続きですね、そうして生きのうちに見られる生めかしさ、艶っぽさ、色気などは全てこの二元的可能性を基礎とする緊張に他ならない。いわゆる上品はこの二元性の欠乏を示している。生めかしさ、艶っぽさ、色気っていうのはそういうものを人に取り入ろうとする態度っていうのは必ずもう一人対象がいるってことですね。相手がいる中で緊張感が生まれて生めかしさとか艶っぽさとか色気っていうのが出てくると。猫はトキソプラズマ原虫が怖いから怖いです、マミコさん。キタキツネのエキノコックス病っていうのありますよねあれはかかるとやばいらしいですね。昔手塚治虫先生の何でしたっけ、ブラックジャックに書いてあるエキノコックス病にかかる話、なんかブラックジャックが自分でなんか寄生虫取るんじゃなかったでしたっけ、自分で自分を手術してね、そんな話ありましたね。まあどうでもいいんですけども、で上品っていうのはただ二元性がなくても相手がいなくても上品だってことですね。上品っていうのは上品、仏教概念ですからね。上品を構成する3要素ってなんですねこれだ、この前喋ったけどもう忘れちゃった。まあなんか観無量経とかでその浄土三部経の一つに書いてあるんですよ。上品ってのは相手がいなくても上品なんですよ。これ仏教の概念ですから。上品は姿勢心、心人、エコー、骨眼心からなってると。っていうことですねちょっとこれ内容忘れちゃって、もう
前説明したんですけど、上品というのはね、3つの概念からできてるんですよ。エコー、エコーですね。阿弥陀如来の、阿弥陀如来の本願が成就するっていう気持ちと、至誠心、まあ至誠心というのは誠実であると、あとは信心、何ですかこれ、深い情けがある、なんだろう信心って、まあ3つから観無量寿経に書かれてるんですね。だから仏教から出ていくんですよ、上品って、上品。だから別に相手がいなくてもいいんですよ。だけど粋だっていうのは必ず異性がいなきゃ成り立たないと、生めがしさとか強っぱさとか色気とか。芸能人っていうのは粋なんですよ基本的に。なぜかっていうと、お客さん、対お客さんがあるじゃないですか。対お客さんに生めかしさとか強っぱさとか色気を売ってるわけですよね。それは男性でも女性でもそうですよ、ということですよ。で、なんで徳の高いお坊さんがそんな信者に生めかしさとか艶っぽさとか色気なんか見せてるわけないんですよ。お坊さんっていうのは誠実であるとか慈悲の心があるとか、阿弥陀如来の対する本願に対するエコーとか、そういうことを考えてるから上品だってことですね。宗教的な概念なんですよ上品っていうのは。だから神とか仏に関する部分なんですよ。だけど粋っていうのは別に神とか仏に関わらないんですね。だからね、人間にしか関わらない、世俗の問題ですよ。上品っていうのはディビニティに関わる問題なんですね、ってこと言ってんだと思うんですよ。男子さんのダジャレ、羽根さん粋だね、あたしは帰りだよありがとうございます小ネタを。で続きです。いわゆる上品はこの二元性の欠乏を示している。そうして二元的可能性は媚体の原本的存在規定であって、異性が完全に合同を遂げて緊張性を失う場合は媚体はおのずから消滅する。媚体は異性の征服を仮想的目的とし、目的の実現とともに消滅の運命を持ったものである。永井家父が陥落のうちで得ようとして得た後の女ほど情けないものはないと言っているのは、異性の双方において活躍していた媚体の自然消滅によってもたらされた倦怠絶望嫌悪の症を意味しているに相違ない、ということです。あれ、いいこと言ってますね。媚体がなくなるのは、まあことが終われば媚体がなくなると。まあだからセックスするまでの、セックスが最終目的だとすればですよ、異性の征服を目的とするんだったら、それ以前にしか媚体がないってことですよ。遂げられてしまえば、もうそんな相手に対して、まあ女性は、まあ男性をとりわけ、その、これ男性の話ですからね、女性に聞いて、女性の方は 逆にそこから深い思いが育むっていうケースもあると思いますけども、男性の場合は媚体を示している女性が自分のものになれば、急に倦怠と絶望と嫌悪に襲われるってやつですね。賢者タイムってやつですね。何が賢者タイムだってよくわかんないですけど、媚体が自然消滅するってことですね。だから気を引く、女性が気を引くと思えばずっとそれに執着すると。で、思いが遂げられれば急にもうなんか倦怠と絶望と嫌悪、まあこれあれですけど、まあその媚体が消滅しちゃうってことですよね。ってことになっちゃうと。まあ男性にとって恋愛の一番クライマックスっていうのは付き合うまでなんですよ、おそらくね。だけど女性にとっては付き合ってからの方が重要なわけですね、おそらくね。付き合うまでは女性は駆け引きの中で、まあ媚体を示して、と生めかしさとか強っぽさとか色気っていう形で取り入ろうとしながらも、まあ跳ねのけるみたいなね、気を持たせて、争わせると。それは心の先生で言えば、その K にカルトやってて K の味方したり、雪の中ね一緒に歩いてね、ばったり道で出くわしてどこ行ってたんですかって言って、さてどこでしょうとか、そういうミニクイズを出すとか、 ああいうことですね。本当は先生のこと好きだけど、その取り入れるためにこういろいろ媚体を使うわけですよ。その媚体を先生は嫌だと思うんですけども、まあコロコロやられちゃうわけですよね。ということです。だから媚体っていうのは、結ばれてしまう、消滅しちゃうと。これが媚体の本領だってことですね。
で続きです。それゆえに二元的関係を持続せしむること、すなわち可能性を可能性として擁護することは美体の本領であり、したがって陥落の様態である。しかしながら美体の態度は異性間の距離に接近するにしたがって減少するものではない。距離の接近はかえって美体の強度を増す。菊池間の笛の白玉のうちで美体という表題の下に次の描写がある。片山氏は玲子と間隔を空けるうちになるべく早足に歩こうとした。だが玲子はそのすらりと長い足で片山氏が離れようとすればするほどすり寄ってすれずれに歩いた。美体の世は距離をできる限り接近せしめつつ、距離の差が極限に達せざることである。可能性としての美体は常に動的可能性としての可能である。アキレスはそのすらりと長い足で無限に亀に緊迫するがよい。しかしゼノンの逆説を成立して占めることを忘れてはならない。けだし美体とはその完全なる形において、異性間の二元的動的可能性が可能性のままに絶対化されたもので、なければならないということです。二つの関係が付き合っちゃダメだってことですね。付き合ってるか付き合ってないんだか分かんないぐらいの微妙なギリギリ、あの極限的に接近して触ってないぐらいのところですね。そのぐらいのところでその可能性を可能性と擁護するのが美体の本領だと。生めかしさとか艶っぽさとか色気っていうのは触っちゃいけないんですよ。触りたいと思うと、触らないけど触りたいみたいな、なんかそれ電車の痴漢みたいですけども触りたいけど触りないみたいなね何言ってんだって話になってきますけど、あのそのギリギリのところですね。このギリギリのところが触りたいと思って触れない、可能性を可能性として擁護するところに美体っていうのがあるということですよ。それはゼノンのパラドックスに似てると。アキレスとゼロン、カメが一緒に競争すると、カメが 100m 前走っててアキレスがどのぐらいで追いつくかっていう問題ありますよね。あの答えはアキレスが追い抜くまで追いつけないってことなんですよね。そういうなんか数学的な話があるわけですよ。無限に近づいて分割していくと無限に近づけないわけですよ。カメに常にカメは動いててアキレスより先行ってるわけですよ。そういう逆説、ゼノンの逆説なんですけども、まあ、ゼノンの逆説で調べればその解説してるの出てくるんで、追い抜くまでは追い越せないってことですね。追い抜いちゃうと美体は消滅しちゃうんですよ。無限に近づいてって追い抜けないっていうパラドックスの中にいることが色っぽさとか生めかしさだってことですよ。これは加害とか花鉢の人は使ってるってことですね。言ってみればキャバクラの姉ちゃんとかスナックの姉ちゃんっていうのはなんかこう付き合えそうでやらせてくれそうでやらせてくんない下品な言い方すればそういうことですよ。だとずっとお客さん来るわけですよ、みんなたくさんってことになりますよね。それはまあ吉原とかもそうだと。それはその明けガラスとか聞いたら分かりますけど、吉原も灯籠しても何もなくてただ一人で寝て終わる場合もあるし、ちぎりを結ぶこともできると。まあ源氏物語もそうですね。源氏がうつせみのとこに行くんですけど、無限に接近してんのに連れなくされてる、あのうつせみだってなんか小口木だけもらうって話がありますよね。あれはうつせみの色っぽさですね。無限に近づいてもあの自分のものにならないと。その可能性を可能性として擁護することが美体の本領であるってことを言ってるんですね、これね。数学的に言えばゼノンの逆説のことだと。それが成立するのが美体なんだということです。で続きです。けだし美体とはその完全なる形において異性間の二元的動的可能性が可能性のまま絶対化されたものではなくてはならない。だから近づいても触れない、触っちゃいけないということですね。これが美体だと。継続された有限性を継続する放浪者、悪い無限性を喜ぶ悪性者、無休に追跡して倒れないアキレス、この種の人間だけは本当の美体を知っているのである。継続された有限性を継続する放浪者スナフキンって色っぽいですよね。スナフキンってのは誰にも寄らずに生きてるわけですよ。スナフキンっていうのはやべえやつだと思いますけども、あのムーミンに出てくるやつですね。ムーミンはスナフキンに対して
砂吹きに色気を感じてんですよ。かなりね。近づこうとするんですけど、砂吹きはあんまり近づいてしまうとムーミンに飽きられるから旅に出てっちゃうみたいな。ムーミンが冬眠してる間どっか旅に出てって、春になると近づいてくるけど、あんまり近づきすぎるとやっぱ離れていくみたいな、ジェノンの逆説が、あの砂付近って男なんですよ。この継続された有限性を継続するフォロー者って、これ砂付近のことですね。あと悪い無限性を喜ぶ悪性者でしょうね。これはこの前やった嵐ヶ丘のヒースクリフみたいな人ですかね。すげえ悪いんだけど、悪いっていうのはそのキャサリンへの思いゆえに悪いと、みんなを苦しめるけど、なんだろう、キャサリンが好きだと、キャサリンの亡霊を見てるから悪いんだみたいなね。あと無給に追跡して倒れないアギレス、まあさっきの話ですね、ゼノンの逆説、ギリギリ触れそうで触れないと、そういうことが、こういうこの種の人間だけは本当の美体を知っている、そうしてかような美体が生きの貴重たる色っぽさを規定している。だ、色っぽい人っていうのはやっぱり一線どっかで引いてるわけですよ。これ触るなと、触らないでくれって一線を引いて、でも人に取り入ろうとする生めかしさとか、なんかこういうものを、艶っぽさとか出してくる人がやっぱり色気があるってことになるってことですよ。それはその花街の女性はとりわけそうだってことですね。どんな下ネタを話していてもギリギリまで際どさを楽しむ、これも生き男も女も一線を超えるって野望。あ、だから下ネタをうまく喋れる人っていますよね。あのケイシー高峰先生みたいな違うかなんかあの下ネタ話すと本当にどうしようもねえなって、まあ多分普通の女性が下ネタ話すとドン引きするっていうか、あのなんだろうもう受け身の取れない下ネタやってしまうみたいな、なんだろうな、プロレスラーとかもそうですよね。受け身の取れる技を繰り出さなきゃいけないわけですよ。でなおかつお客さんがやっぱりこれは危険な技だと、垂直落下式ブレンバスターだって言って、あれは食らったら多分首の骨折れますみたいなことを言わせるぐらいのギリギリの安全な技を、受け身の取れることをやんないと、それがプロレスラーの色っぽさですよね。本当に殴っちゃいけないわけですよ。本当に相手を痛めちゃいけないギリギリのところで長州力にもゼノンの逆説があるわけですよ。長州力のラリアットはまあ本当に効いてるのかどうかわからないのであるけれども、色っぽいといえば色っぽい、まあアントニオ猪木さん色っぽいと思いますけどね、あのプロレスを見ててまあどうでもいい話ですね。だから UWF とか それが色っぽい極致ですよね。本当に本当に急所に蹴っちゃいけないわけですよ。ローキックを打てば、人体とか切れちゃうわけですね、お皿とか。そこじゃないところを一応外しながら蹴ってるわけですよ。ギリギリ急所に近づきながら外しながら打つみたいな、ギリギリ受け身の取れる技を出すっていうのは悪い無限性を喜ぶアクションモード、だからタイガージェットシーンみたいなもんで、本当にサーベルの先でついちゃいけないわけですよ。やっぱりサーベルの絵を使って殴りかかるみたいないうことですね。ああいうことをやんないと色っぽくなんないんですよ。だからあの演劇的なものってのは、まあプロレスもそうですけど、なんかそのギリギリのところを見せてくれて急所を外してるみたいなのが芸ですよね。で下ネタもその素人がやると本当にえげつないドン引きするような下ネタ喋っちゃうわけですよ。それ急所に当たっちゃってるわけですね。だからギリギリの際どいなんかところをやんなきゃいけない。会話っていうのは、会話っていうか、まあそれ粋な会話っていうのはそういうことですよね。あのそういうもんだと思いますよそういうもんだと思いますって誰に言ってんだか分かんないですけどまあまあそういうこと言ってるってことですね。あのギリギリの部分だと、ギリギリの部分のその触らせないけど触ってるように見えますみたいな、安心してください履いてますよみたいないうことですね。もうだんだん喋っててなんかもう
これぐらいでいいかなって感じもしないでもないですけど、で続きですね。まあちょっと育児まで説明しますか。で続きです。行きの第二長評は行きすなわち育児である。意識現象としての存在様態である行きのうちには江戸文化の道徳的理想が鮮やかに反映されている。江戸っ子の気概が契機として含まれている。野暮と化け物は箱根より東に住まぬことを生粋の江戸っ子は誇りとした。江戸の花には命も惜しまない町火消し、飛び物は寒中でも白足袋裸足、ハッピー一枚の男立てを尊んだ。生きには江戸の生き張り、辰巳の胸骨がなければならない。稲瀬、勇、伝報など共通な犯すべからざる気品、企画がなければならない。野暮は垣根の外構え、三千桜の色構え、色比べ、生き字比べや張り比べというように、生きは美体でありながらなお異性に対して一種の反抗を示す強みを持った意識であるということです。生きの次に育児っていうのがあると。で、育児っていうのは気概のことですね。気概っていうのがあるんですね。その気概っていうのは命も惜しまない町火消し、寒い中でも白足袋裸足の飛び物、飛び職の人、ハッピー一枚の男だって、なんていうんですかね、いちいちその冬だからダウン着ますみたいな、シームレスダウンですユニクロのみたいなのは粋じゃないってそういうことじゃないか。冬でもハッピー一枚でいろみたいな、なんだろうな、いじっぱりですね。なんかそのせこいこと言わない、せこいこと言わないってことないのか。火事となれば行って命も惜しまず隣の家壊す出すとか、そういうのが江戸の花だってことですね。気概があることですね。稲瀬で遺産で伝報であると、それは異性に対しての一種の反抗だってことですね。まあ男性にとってですよね、育児、あ、まあ女性の育児もあるんですけども、なめられたら怒るっていう気概ですよね。まあ人に取り入ろうとする色っぽさはあるけども、舐められたらやっぱり怒るっていうか張り飛ばすぐらいの反抗心があると。これは育児がないと生きも生きないってことですね。ただ誰にでも色っぽいっていうのはだらしない感じになっちゃうと、いうことですよ。一種の反抗心とか気概が相伴ってないと生きっていうのは生きてこないってことですね。生きっていうか美体が、そういうこと書いてあるんですね、これね。で、続きです。鉢巻の江戸紫に粋なゆかりを象徴するスケロクは、近いもの、間近く寄って、しや、つららを拝みやがれ、やい、と言って、喧嘩を売るスケロクであった。うつらう色や紅の薄花桜と歌われた三浦屋の揚げ巻きも、ひげの一休に対して、思いのほかながら揚げ巻きでござんす。暗がりで見ても、お、スケロクさんとお前取り違えてよいものかという思い切った気概を示した。色と育児を立て抜いて、気立てが過ぎてとはこのことである。隠して高尾も小紫も出た。生きのうちにははつらつとして武士道の理想が生きている。武士は食わねえぞ高用寺の心が、やがて江戸物の酔い越しの銭は持たぬ誇りになり、さらにはけころ水天を癒しむ凛子たる生きとなったのであるということです。美体は示しても相手によるってことですね。自分のことを舐めてかかってくるやつには喧嘩を売ったり、まあ花魁とかで揚げ巻きって花魁の方ですかね、花魁であっても、まあ金で自分の札束で顔を張り飛ばすようなことしてくれば反抗するってことですよ。色と育児を立て抜いて気立てが過ぎて、まあそういうことだと。お金で転ばないってことですね。酔い越しの銭を持たぬとか、武士は高値と高い用事だ。美体であってもお金のためにやってるわけじゃないと。育児があるから金で転ばないと。ケコロっていうのは過当な売春婦のこと、ケコロって言うんですね。水天っていうのはお金があれば誰にでも抱かれるっていうのは水天っていう、そうなんですけども、
お金だけが全てじゃないと、お金は欲しいけども意地があるんだと、育児があるんだっていうところで生きっていうのができてくると。お金で転ばないってこと言ってるんですね、これね。お金や権力で転ばないと、そういう凛固たる生き、これが生きの第二長標ということですね。うちに出入りしていた飛び職の反転は、内柄はそりゃ素晴らしい刺繍でした。ちらちら見えてかっこよかったです。だからまあ、ヤンキー、昔のヤンキー漫画とかね、内側にこう刺繍してたじゃないですか。あのなんか、学生服の裏に。ね。ああいうのですよね、紫でなんか。今もあの、なんか昔ほら、オリックスにいたパンチ佐藤さんっていたじゃないですか。なんかこう。背広の裏がなんか全部紫でね、パンチ佐藤とか、なんか名前が入ってるとかね。ああいうのですね。ああいうの別に見せびらかすわけじゃなくて、意地としてやってるみたいなことなんですかね。お金のことじゃないと。お金で転びませんと。そのことは、生きっていうものの要素になってくると。まあそういう意味では、今ほら、ホリエモンさんが言って金で買えないものはないっていうのは、それを言ってしまっちゃおしめよって話ですよね。それはそうだろうけども、あの育児にかかってくるんですね。金が問題じゃないっていうのは育児にかかってくると、その育児がないと生きっていうものは生きないと、美体とか生きっていうのは、まあとりあえず美体が生きないってことですよね、育児がないと。ということですよね。で続きです。形成は金で買う、形成っていうのは花魁ですね。形成は金で買うものにあらず、育児の買えるものと心得るべしとは狂わぬ掟だった。遊女ってのは金を札びらはたいて買うもんじゃないと、育児で買えと、いくら使えるのかって問題だと。1億円しか用意しなくても2億円使わせる育児があるところに、その育児で買うということで成り立ってたっていう狂わぬ掟があるってことですね。まあ今だとね、その美術サザビーズオークションとかね、ああいうのは育児を試されるんじゃないですかね、あのオークションみたいなのね。まあそうですね。で続きです。金銀は卑しきものとて手にも触れず、仮初めに物の値段も知らず、泣き言を言わず、まことに公家大名の息女のごとしとは江戸の太夫の賛美であった。花魁はその物の値段も知らないし、お金にも触らないし、泣き言は言わない公家大名の御令嬢みたいな感じでいないと成り立たないってことが書いてあるんですね。五条町は恥なり、吉原の直れなりという動機のもと、吉原の遊女は野暮な大臣やはなどは幾度も跳ねつけたのである。トントーチナバナワタタン、どこの女郎氏の下紐を結ぶ神の下心によって女郎は心中立てをしたのである。理想主義の生んだ育児によって美体が霊化することが特色である。ここら辺は何書いてあるんだかよくわかんないですけど、心中立て、まあ女郎、まあ吉原の遊女もたまに育児のために心中もすると、好きな男と、そういうこともあると。それは理想主義があるんだと。いくら遊女でも体を売ってるといえども理想主義があると、それは育児によって表されてるんだと。それによって美体がもっと澄んでくるってことですね。まあ明日やる雪国から言うと、まあコマコっていうのは育児があるわけですよね。まあ育児があるのか。誰に対する育児かっていうと、陽子との関係、吉男との関係ですよね。吉男が死にかけてるのに行かないわけじゃないですか。あれ育児ですよね、彼女のね。だってもう陽子が世話して陽子のものになっちゃってる吉男の死ぬところに行かないわけですよ。彼女の育児があるんですよ。その育児は島村に対する美体なわけですね、あれね。島村が駅に送ってってんだから、吉男が死にかけてても、吉男のその枕元に行くわけにいかないってことですよね。美体と育児が彼女の中にあるからああなってんですよ。お墓もお参りに行かないってことですね。
なぜお墓にお参りに行かないかって、ちょっとそれは島村に対する媚態なわけです。色っぽさです。そうじゃないですかね。そうじゃないですかねって、ちょっと私全部読み直してないんで。まあ、だ行きと行、媚態と行きをずっと島村に見せてますよね、あれね。札を見せるだけでも野暮、電子マネー決済ですね電子マネー決済も野暮な気はしますけども、あ、とことこさんすいません、今気づきました、ご支援ありがとうございます、お気遣いありがとうございます、スーパーチャットいただきましてありがとうございます。で続きです。行きの第三の調子は諦めである、運命に対する知見に基づいて執着を離脱した無関心である。諦めて現世に執着しなくなった無関心が、これ行きの3つ目のポイントだと諦めだと。続きです。行きは垢抜けがしていなくてはならぬ。あっさりすっきり勝者たる心持ちでなくてはならぬ。この下脱は何によって生じたのであろうか。異性間の通路として設けられている特殊な社会の存在は、恋の実現に関しては幻滅の悩みを経験させる機会を与えやすい。たまたま会うに綺麗男は仏姿にありながら、お前は鬼か精神様という嘆きは異在を一人の嘆きではないだろう。魂を打ち込んだ真心が幾度も無残に裏切られ、悩みに悩みをなめて鍛えられた心が偽りやすい目的に目をくれなくなるのである。異性に対する純朴な信頼を失ってさっぱりと諦める心は決して無対価で生まれたものではない。思うこと叶わねばこそ浮世とは、よく諦めた無理なことなのである。あ、これもいいこと書いてあるな。諦め、あの、コマゴに諦めがありますよね。あの、約束しても来なかったわけですよね、島村って。ひどい男なわけですよ。これちょっとさっき冒頭読んでたんですけど、約束しても来なかったわけですよね、なんか、これ。なんだっけ、最初の方に、あんなことがあったのに手紙も出さず愛にも来ず、踊りの方の本などを送るという約束も果たさず、女からすれば笑って忘れられたとしか思えないだろうから、まず島村の方から詫びか言い訳を言わなければならない順序だったが、顔を見ないで歩いているうちにも、彼女は彼を責めるどころか体いっぱいに懐かしさを感じていることが知れるので、彼はなおさらどんなことを言ったにしても、その言葉は自分の方が不真面目だという響きしか持たぬだろうと思って、何か彼女に気をされる甘い喜びに包まれていたが、階段の下まで来ると、こいつが一番よく君を覚えていたよと人差し指を伸ばした左手の拳の握り拳をいきなり女の目の前に突きつけた。ずっとほったらかしにしてたわけですね。なんでほったらかしにしててもなんで怒んないかっていうと、コマコは諦めることができる女なんだってことですねこれ今の女性からふざけんなバカって、川端康成死ねって話ですけども、諦められるっていうのは、これ結局芸者だからですよ。芸者だから運命に対する知見に基づいて無関心があるんですよ。まあでも来てくれれば嬉しいけども、目の前にいない間に約束を果たされなくても、まあそれはがっかりがするんですけども、何度も何度もそういう経験してるわけですよ。魂の打ち込んだ真心が何度も無残に傷つけられてて、偽りの目的に目をくれなくなると。なんかでも約束してくれたけど、踊りの本を送るって言ってくれたけどまあリップサービスだろうなって、どっかで自分で諦めるわけですよね。でそういう、異性に対する純朴な信頼はまああるんでしょうけども、基本的にはそんなもんに頼らないってさっぱりと諦める心っていうのを持ってると。これが意気だって言うんですよ。そんなこと言われたって困りますよね、こんなんね。それはもう、芸者だからそうなんで、一般の人はこんな風になれないわけですよ。いきなり会って引っ叩きますよ。ぶん殴るでしょうね、なんか普通のキャバクラ程度でさえぶん殴られるような感じありますけどねなんかね、そんな諦め持った人が働いてないような気がしますけども、次、その裏面にはそれないただ移り気な、どうでも男は悪性者という煩悩の体験と、あ、だ悪性者ってこれ島村のことか。
という煩悩の体験と、糸より細き縁者ものついに切れやすく、つい切れやすくほころびてという運命の方法として増している。そうしてその上で、人の心は飛鳥川、変わるは務めの習いじゃものという懐疑的な奇数と、わしらがような勤めの身で可愛いと思う人もなし、思うてくれるお客もまた広い世界にないものじゃわいな、という遠征的な結論を掲げているのである。行きを若い芸者に見るよりは、むしろ豊島芸者に見出すことの多いのは、おそらくこの理由によるものであろう、ということですね。まあ、こまこもだんだん豊島芸者に差し掛かってきてるんですね、あれね、おそらくね。だから諦めること知ってると。だんだん島村が口約束、リップサービスで口約束だけして約束破ることに関して、諦める方法を知ってるってことですね。それは男ってのは悪性物で移り気だと。ですぐ雪国に来てちょっとできた縁だってすぐほころびちゃうし、人の心はすぐ変わるものが、変わりやすい無常だっていうのは本質だと。自分たちの身の上だと、自分たちみたいなものを本当に思ってくれる人なんていないんじゃないかって遠征的な結論を自分で出しちゃってるってことですね。そういうのをこまごま知ってるんですよ。だから雪国っていうのはもう都会にはこういうのはないんですよ。近代化したからそんな行きなんてないんだわけですよ。美体と育児と諦めでできてる行きなんかないんだけど、雪国にまだあったって話なんですね。コマコがいる雪国につららと一緒にまだ息がありましたと、滅びていきますみたいな、いう話を書いてんです。それがだんだんその死の後半になると、死のイメージでガがいっぱい死んでるとか、あのこの乱熟大敗して滅びていくみたいな、崩壊していく感じになっていくわけですね、あれね。そういうこと書いてんですね、あれね。で、続きです。要するに息は浮かみもやらぬ流れの浮みという苦害にその起源を持っている。まあ息っていうのは基本的に花町ですね。苦害っていうのは花町のことですよね。吉原みたいなものに起源を持っていると、そうして息のうちの諦め、したがって無関心は、世知辛い釣れない浮世の洗練を経てすっかり垢抜けした心、現実に対する独断的な執着を離れた勝者として未練のない天端無下の心である。野暮は揉まれて生きとなるというのはこの言いに他ならないということですね。これはでも日本にしかないんですかね。どうなんですかね。あのほら、ラスコーリにソーニャみたいなのは野暮が揉まれて生きになるなんてところに生きてないわけですよ。ただ交渉で観察もらって売春してるだけだから、いつか病気になって頭おかしくなって死んじゃうんだろうなってラスコーリニホフが言ってますよね。で、日本の車だってまあ基本はそうですよ。だけどその中に諦めがあるんですね、仏教的な。だから浮世のまあその若いうちはちやほやされて蝶よ花よって感じで扱われるけども、でそれが野暮に揉まれて意義になっていくと。でそれがだんだん天端無下の現実をに対する執着を離れたものに変わっていくっていうそのプロセスが日本の場合はあるって言ってた。それはなんか仏教的なもんですね。が概念がその花町の苦害の中に入ってきてると。それはまあ東アジア的なもんなんですかね。なんでいつで生まれたのかもしれないですけど、まああのほら竹比べって昔やりましたね、読書会でね。緑は苦害に落ちていくわけですよね。でその苦害に対しての諦めに対して最後に水仙の増加を送ったのがあれ新寮でしたよね。で新寮はあの中で諦め、緑の諦めを示してるんですよね、なんかね、あの男は。そういう話なんだろうな。なんかだから仏教的なもんがないと花町ってのは成り立たないっていうのは日本の文化なんじゃないですかね、これね。そういうこと言ってんですよね。野暮は揉まれて息になって、息がそのうちその阿弥陀如来の本願みたいな浄土みたいな浄土思想みたいなねものにつながっていくってことを言いたいんじゃないですかね、これね。続きです。
あだっぽい軽やかな微笑の裏に真摯な熱い涙のほのかな痕跡を見つめた時、初めて息の真相を把握し得たのである。息の諦めは乱熟大敗の生んだ気分であるかもしれない。またその増する体験と批判的知見とは、個人的に獲得したものであるよりは社会的に継承したものの場合が多いのかもしれないということですね。吉原ってものは、赤線地帯ってものはあったうちはまだ息とか諦めとか美体とかあったんですよ。まあね、なくなっちゃったんですね、赤線地帯がなくなったことによって。まあこの前ほら吉行淳之介さんの週もそうですよね。あれは何でしたっけ、女の人の名前忘れちゃったんですけど、あの女の人は育児とか息とか諦めがあるのを書いてますよね。それが最後になくなってっちゃうっていう話を、カニの足が折れた、あ、杉橋が折れたって話で、伝統が切れちゃう、社会的に継承するものがなくなっていくのは杉橋が折れたって言ってるのかもしれないですね、よく考えるとね。息じゃないやつが出てくるんですよ。同僚があの女の人にもう買いに来るっていう想像が浮かんだだけですげえ嫌な気分になると。で、杉橋が折れるわけじゃないですか。それは実はもうその社会的継承によって赤線地帯なんでなくなっていくわけですよ。もうほら、まあ、私は別に赤線がいいって言ってるわけじゃないんですけども、あのちょっと売春の話になれば、売春っていうのは何が悪いかってピンハネするからですよね。昨日のピンハネの話と一緒なんですけども、基本何でもピンハネするわけじゃないですか。花鉢が何悪、花鉢がなぜ悪いかってピンハネするからですよ。女性から、ま、あの衣装代とか全部前借りさせるわけですよね。で、まあピンハネですよ。ずっと延々ピンハネして年季が上げるまで働かせると、ほら明日の雪国のコマコもそうなわけですよ。お金借りなきゃいけない。お金借りて吉尾の病治療代に当ててるわけですよね。で、また新しい年金を背負っちゃったわけですね。だけど吉尾自体は陽子のもんだってことですね。で、そういう息と育児と諦めの中に生きてる、それは社会的継承がその雪国にあったってこと言ってんじゃないですか、あの小説は。雪国の中に社会的継承があると、潤化した形で、今の赤線地帯やら吉原でも見かけないものが、まあそれは昭和10年ぐらいに書かれたやつだから、まだこの雪深いね新潟の山奥にあるってことに気づいたってことですね。日本の遊女はお寺が多くて悲しい、投げ込み寺っていうのはあるんですね、あれね。病気になって投げ込まれるんですね。まあ、本当に投げ込んでたかどうか分かんないんですけど、投げ込み寺って言われてますよね。でそれが生きっていうのに、 それがあって生きっていうのは生きてくるっていうことですね。根底には非常に、まあそれは社会的に継承された社会秩序の矛盾みたいなものに生きとか諦めが成立してんだと。もう今はないんですよ、生きとか。ただそんなもん近代化したその人権の請求、私は人権の尊重って言葉は嫌いなんで、人権の請求とか個人の自由ってところからすれば、売春でピンハネするってのは最低ですよ、これ近代としてはね。あのほんなの個人的な関係で、まあなんだろうな、パパ活とか援助交際って言われるものはピンハネされないってことですよね、言ってみりゃね。まあそれは近代的な関係ですよ。でもそこには美体とか育児とか諦めはないでしょうね。だってお金って目的で終わってるわけですから。それが近代ですよ。そんなところに文化なんか生まれないと、生まれてもらっても困るってことですよね。だけど近代以前、プレモダン、江戸時代でも、まあその赤線地帯が終わる昭和33年までは、一応ほらピンハネ、女性の体を売るのにピンハネするっていう、まあ税源っていう言い方ありますけども、まあそれがあったってことですね。まあ今だってあるんですよ、そんなもんね。そんなもん。あんですけども、ありますよ、ピンハネしてる業界なんて、そんな。ね。アダルト業界なんかピンハネの温床ですよ。だと思いますよ。まあそれは、今ある吉原のその風俗街だって、まあ一応形は自由恋愛なんですね。あれ入り口に入る入浴料、中に入ってから自由恋愛だっていうわけわかんないこと言ってやってるわけですね。あれむちゃくちゃなシステムだと思いますけど、でも店はピンハネしてるわけですね、結局ね。
で、人間の体からピンハネしていいのか問題があるんだけども、これは恐ろしい、これがなくならないんですよ。本当は近代思想っていうのは人間のピンハネから救うっていうとこからできてるんですよ。私はそれを大声で訴えていかなきゃいけない気がするんですけども、まあ、昨日もお話ししましたけど、ほら民間刑務所の人がね、消防士でカリフォルニアの火事で消防士として時給1ドルで借り出されると、あれは起こりますよ日本でも。何が起こるかっていうと、人手不足のために軽犯罪者をどん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 低賃金労働者に変えるっていうスキームが今あるわけですよ。これから外国人技能実習生がいっぱいいるじゃないですか。で、逃げるじゃないですか。逃げて捕まえれば、今度時給100円で、今まで時給200円だったのは時給50円とか、刑務所に入るだけどん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 借金背負うような民間刑務所に入れることができるようになると。これ何を言ってるかっていうとですよ、人間をどん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 ピンハネする、ピンハネするっていうと、社会は犯罪者を作ることなんですよ、わざと。労働力として。労働力として経済犯罪者を作るっていうシステムになっていっちゃいますよ。軽犯罪者を作るのが産業だってことになってきます、皮肉なことにね。だって一回犯罪を犯せば低賃金労働者に刑務所の中で使えるわけですから、じゃあ世の中の全ての人を、例えばですよ、引きこもりが今日本に200万人いると、引きこもりは軽犯罪ですってすれば、引きこもりの人をみんな刑務所に入れて低賃金労働者に変えることができるんですよ。それは法律一本で引きこもりは犯罪ですってやって、商品としての労働力を急に200万人分作ることができるわけですよ。そういうこと考えてるんですよ、もうアメリカとかひどい話ですよ。移民をいっぱい入れて犯罪者にするんですよ。で、犯罪者にして刑務所の中で無給の労働者に変えるんですよ。そのシステムでやるわけですよ。その上に繁栄が築かれてるんですよ。だから恐ろしいですよね。言ってみればそうなんですよ。単純化すればそういうことですよ。で、そういう社会に生きてるんですよ我々。で、これは別に吉原、昔は吉原があったとひでえところだって言ってるんですけど、そのひどさたるや今もだって変わんないわけですよ。法律一本で軽犯罪で締め付けして、どんどん捕まえて 無給労働者に、低賃金じゃないですよ、もう無給労働者っていうか、逆にギャグ罪になっていくっていうか、刑務所に入れば自然出てきた時に300万ぐらい借金背負ってるとか、そういうことに なると。でもそうすればまた戻らざるを得ないわけですよ、じゃないですか、刑務所に。そういうシステムができちゃうと、それはもう個人の自由とか権利の尊重がどんどん言われる社会の中に、とんでもねえ刑務所国家、ラーゲル国家ができちゃうと、それはもうソ連がそうだったわけですよ。そのイワン・デニソビッチから、いや、なんだかよくわかんねえ罪でどんどん収容所に入れられると。それは計画経済達成するために無賃労働者が必要だから、裁判も曖昧なままどんどん人捕まえてラーゲリにぶち込むってことですよ。平成に入ってから江戸弁を聞かなくなったな。宮沢さんのお話したように、ちょっとした大工仕事金はいらねえと言ってましたね。昔のことですからね。これね、鈴木大拙さんの音声があったんですよ。昔の人はお金払ってなかったって言いますよね。で、年に1回だから年の暮れに会所に来るわけじゃないですか。だからいや、まあ貨幣経済がそこまで浸透しなかったわけですよね。だ、必要な時には取り立てに行くかもしれないけど、まあちょっとした大工仕事は金はいらねえっていうか、まあその鈴木大拙さんという、いや、お医者さんだったけど、結局治療費をもらったことはないって言いましたね、ほとんどね。で、それでも成り立ってたって言ってました、明治時代は。で、まあ今ほら国民皆保険制度とかね、年金制度とか制度になってやってる部分はそれでいいんですけども、以前はそうは言っても助け合いの精神、社会資本としての助け合い本当にあったかどうか分かんないですけども、あんまりお金を、金銭を介在させずにある程度地域共同体を動かしてたわけですよね。今の方が厳しい部分もあるんですよ。そのわざと労働者を作るために犯罪者を作りましょうって話になっちゃうとして、効率化してくると。
恐ろしいですよね。で、続きを読んでいきます。それはいずれであっても良い。とにかくも生きのうちに運命に対する諦めと諦めに基づく転端とが否めない事実性を示している。そしてまた流転無常の差別層の形式と流転無常差別層の形式とみ空無涅槃の平等層を原理とする仏教の世界観、悪縁に向かって諦めを解き運命に対して静観を教える宗教的人生観が背景をなして、生きのうちにこの契機が強調しかつ潤化していることは疑い得ない。諦めがあると現世世俗に対する諦めが出てくると、次は涅槃とか浄土とかっていう平等層が出てくると、あの世ではみんな平等だとか浄土に善人親なお往生する言わんや悪人親な善人親なお往生する言わんや悪人親みたいなね、浄土真宗なんか親鸞が言ったような話になってくると、この世界は差別だらけだと、流転と無常の差別の世界だけども、あの世はディビニティの部分は平等だと、空無涅槃だと、全部そういう因果関係切れた、時間と空間と因果関係切れた超越的世界に入っていくんだと人間は。でそれがあるから悪縁に向かって諦めの通りと、現世では辛いかもしれないけど、あの世はみんな平等だとか運命は受け入れろと、そういう宗教的人生観があって生きっていうのができてくると。生きっていうのは仏教的な諦めがないと成立しないってことを書いてるんですね。運命に対する諦めっていうのはあって生きっていうものは輝いてくると。まあこれ言葉で言うと難しいんですけど、その明日やる雪国なんかその話しか書いてないんですよ。なんかまあ、コマコはまだそこまでの諦めは言ってないんですよ。陽子の方が諦めの中入っちゃってるんですね、あれね。コマコの中の諦めきれない部分は陽子が担ってるんですよ。だからなんか島村ってのはコマコに惹かれていくんですけど、さらにその先を行ってる陽子の諦めみたいなものにどん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 惹かれてっちゃうと。それが眉蔵から最後に追ってきて痙攣して倒れてる陽子、あれは究極の諦めなわけですよね、おそらくね。ということを純粋な形で示してるっていう、なんか残酷な話ですよ、あれ。とんでもねえっていう話になってんだと思います。一応全部説明しますか。ちょっと続きもちょっとここまでしか読んでないんですけども、読みながら分かるところで解説していきます。続きはどこまで読んだっけ、分かんなかったした。以上を概括すれば、生きの構造とは媚体と育児と諦めの三契機を示している。そうして大事の媚体はその基調を構成し、まあ、人に取り入ろうとする生めかしさ色っぽさが基本にあると。で第二の育児と第三の諦めはその二つの民族的歴史的色彩を規定している。この二および三の帳票だから、育児と諦めはその第一の帳票である媚体と一見相入れないようであるが、果たして真に相入れないであろうか。先に述べたように媚体の原本的存在規定は二元的可能性にある。しかるに第二の帳票たる育児は理想主義のもたらした心の強みで、媚体の二元的可能性に一層の緊張と一層の持久力等を提供し、可能性を可能性として終始接しみようとする。これ明日の雪国で言えば、コマコがすごいなんか三味線一生懸命勉強してるわけですよ。あの田舎な片田舎で独力で理想主義なんですよ。あれは彼女の育児ですよね。それを聞いて島村はなんか涙が出てきたんですよね。あのすごいいい三味線なんか歌いかなんかやられちゃって前半に出てきますよね。あれは育児ですね。で続きです。すなわち育児は媚体の存在性を強調し、その光沢を増し、その角度を鋭くする。媚体の二元的可能性を育児によって限定することは筆記自由を擁護、自由の擁護を交渉するにほかならない。あ、これ難しいこと書いてありますけどね。田舎でこれ以上芸を学べないけども、まあ踊りとか三味線とか一生懸命新しい知識が欲しい。島村はそれを知ってるから近づいたんですよね、コマコは。
で、まだ新しい芸を身につけて自分の芸に対する理想主義は忘れたくないと。それは師匠に対する義理かもしれないんですけども、その理想主義を持ってるんですよ。で、その理想主義ってのは自由への擁護だってわけですね。彼女が自由でありたいと、個人の自由として芸事はもっと続けたいってことですね。いう意地があると。だから芸者さんっていうのは芸によって自由だってことですね。少なくとも それはちょっと花魁と違うんですね。一応三味線弾いたり踊りとか踊るわけですから、歌を歌ったり続きです。第3の長評たる諦めも決して美体とは相入れないものではない。美体はその仮想的目的に達せざる点において自己に忠実なものである。諦めっていうのは美体とは相入れないわけじゃないと。美体っていうのは極限に近づいてきて触らないってことですから、それは自分に忠実なものだと。人に触らせないっていう意味では自分に忠実だと。で続きですね。それゆえに美体が目的に対して諦めを有することは不合理でないのみならず、かえって美体そのものの原本的存在性を感じ開示せしむることである。美体と諦めとの結合は自由への帰依が運命によって強制され、可能性の素定が必然的に規定されたことを意味している。すなわちそこには否定による肯定が見られる。要するに生きという存在形様式において、業態において美体は武士道の理想主義に基づく育児と仏教の非現実性に対する諦めとによって存在完成までに限定されるのである。それゆえに生きは美体の粋である。なんかこれ難しいこと書いてありますけどもで触らせそうで触らせないっていうギリギリの部分が美体ですから、それは最終的に諦めを伴ってくると。男の人だっていくらストーカーしても本当に警察とか弁護士とか立てられても、あの半径300メートル以内に近づいてこないでくださいって言えば諦めざるを得ないわけですよね。諦めるっていうか美体っていうのは諦めとかかってくると。まああのなんだろう、まあ遊女にしてみれば身をもね預けてしまえば捨てられると。諦めっていうのは生まれてきちゃうと。でもあんまり邪険にすればもうやっぱり諦めざるを得ないと。どっちに転んでも諦めしかないんですけども、それがどっちに転んでも諦めだっていうのは美体そのものの原本的存在性だっていうことですね。これなんかハイデッカーみたいなこと書いてるんだな で美体と諦めの結合は、美体と諦めの結合は自由への帰依が運命によって強制され、可能性の想定が必然性によって規定されたことを意味している。美体と諦め、だからあの断っても諦めなきゃいけないし、受け入れても諦めなきゃいけないっていうのは、これ必然性ですね。まあ逃げられない、どうしても逃げられない運命っていうのは強要されるってことですよね。自由でありたいけども結局自由になりきれないと、この世で。そういう必然性の中に閉じ込められちゃうっていうのは美体と諦めの結合だってことを言ってんだと思いますよ。でそのどうしようもなんない、どっちに転んでもダメだっていう否定性が、これは強い肯定に反転するとき、これは武士道の理想主義とか、まあ主君を守るために死ななきゃいけないと、守りきれなきゃ切腹しなきゃいけないと、どっちに転んでも死ななきゃいけないっていうのが、そういう運命を受け入れていくことによって否定的なものは肯定的になってくると。それは育児とか諦めっていう形に、その集約されていくと。それが粋と、生きと、美体の粋ってことになっていくと。あの逃れられない運命の中をこう一生懸命育児とか諦めによって何とかしようとしていく、なんかそういう存在様式のことを粋って言ってるってことなんですかね。雪国読みたくなりました。今断食芸人を読んでるところですが、まあ、ぜひその雪国に読んでください。まあだから駒子にとって、まあ駒子は育児ですよ。ただ諦めってのは陽子の方が担ってるんですね、あれね。だからあの二人が一つで雪国っていう存在原本的存在性が開示されるみたいな、最後の天の川みたいになってくるんじゃないですか。そういうふうに書いたんでしょうね。書いたっていうか、まあ自然にそうなってるってことですね。生きは安価なる現実の定律を無視し、実世界に大胆なる格好を施し、超然として中和の空気を吸いながら無目的または無関心な自律的遊戯をしている。
あ、だから雪国ってのは無目的無関心な遊戯的空間なんですよ。島村にとってみれば全然自分のかみさんとも子供とも別れて、挑戦として大胆な括弧の中に自分を入れて、陽子と駒子の息を眺めるっていう、なんかそういう舞台装置みたいになっちゃってるってことですね。一言にして言えば美体のための美体である。恋の真剣と妄執とは、その現実性とその非可能性によって息の存在に戻る。息は恋の束縛を超越した自由なる浮気心でなければならぬ。月の漏るより闇が良いというのは恋に迷った暗がりの心である。月が良いとのことぐさが、すなわち恋人にとっては腹の立つ粋な心である。粋な浮世の恋ゆえに野暮に暮らすも心からという時も、恋の現実的必然性と粋の超越的可能性との対峙が明示されている。粋と言われて浮いた年がついに岡惚れの浮気からいつしか転端射脱の心を失っていた場合には、また愛しさが嫌ます亡くなる子がの野暮らしいことを囲ったなければならない。ハスの浮気やちょいとぼれという時は未だに息の領域にいた。野暮なことじゃが、ひよくも離れる仲となった時にはすでに息の境地を遠く去っている。そうして息なお方に釣り合うの野暮な矢の字の屋敷者という皮肉な調子を甘んじて受けなければならぬ。およそ胸の炎は瓦焼くかまどに勝るのは、粋な小梅の何も似ぬである。スタンダールのいわゆるアムールパッションの防水はまさしく粋からの入りである。粋の沙汰するものはアモール号の、淡い空気のうちでわらびを積んで生きる下脱に達していなければならぬ、ということです。何がそういうことだって粋っていうのは、結局結婚したいは野暮になっちゃうと。粋っていうのはもうそのこの世に成立しないから粋なんだと、無理なものが粋なんだと、束縛美体のための美体だと、まあ、それイロニーっていうんでしょうね。イロニーがこそが美体なんだと、恋の真剣と妄執っていうのはダメなんですよ。本気になっちゃいけないと。いつまでも限りない浮気心、まあ、限りない自己欺瞞というか自己正当化というか、嘘に嘘を塗り重ねた美体と育児と諦めが、本当か嘘か分かんないところにしか生きっていうのは成立しないと。それは本気になっちゃうとダメだって言ってるんですよ、これね。本気になると非欲問で離れるのが、一緒に暮らしてね、結婚届かなんか出さなきゃいけなくなるってことですね。ということを言ってるんですね、これね。そうやってお茶を濁しますけど雪国って一日で読めますかね。私音声で読み上げてるんで、読まなくても聞いてもらえば音声後で右上に貼っときますよ、朗読したやつ。YouTube にアップしたら聞いてください。アップし忘れたらごめんなさい。朗読のあそこに入ってますよ。何でしたっけ。今貼りますか、じゃあ。読まなくてもいいっていうか、まあ、朗読なんで勝手に朗読して、あれですからね。まあ、著作権上問題でしょうけど、別に収益化して置いてあるわけじゃないんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今、載せますからね。どれだったっけ。今ちょっと YouTube の貼りましたリンク。まあ読むの大変な人はね、まだちょっと著作権切れてないんですよ。切れてないんで、まあ音声で聞いてくれ、3時間ぐらいで3時間半ぐらいで朗読したやつありますから、まあ聞いてみてくださいよ。
ということです。じゃあちょっとあと少しなんで最後まで読み上げます。しかしながら粋はロココ時代に見るような影に至るまでもが一切バラの絵ではない。粋の色彩はおそらく遠い昔の伊達姿、白茶おばかまの白茶色であろう。要するに粋とは我が国の文化を特別につけている道徳的理想主義と宗教的非現実性との係争因によって質量の因たる媚体が自己の存在実現を完成したものがであるということは言うことができる。粋っていうのは道徳的理想主義と宗教的非現実性ですね。それは育児と諦めっていう係争があると、それがあってあとはその色っぽさとか生めかしさがあって成り立つと。だ言ってみればですよ、広瀬アリスさんとか広瀬すずさんっていうのは美体はありますよ。美体はあるけど育児と諦めはないですよね、あの二人は。女性も30代過ぎないと多分育児とは諦めが出てこないですよ。女優の場合ですよ、一般の人は知らないですから。綾瀬はるかさんに育児と諦めがあると思いませんし、石原さとみさんにもないですよ。北川景子さんにもないんですよ。もうちょっといくと、私は吉田羊さんとかは育児とか諦めがちょっと見える。まあ宮沢りえさんとかある程度40過ぎた女優さんたちが一個もう一つ育児とか諦めっていう部分ですね、道徳的理想主義と宗教的非現実性っていうのを女優さんも演技の中で見せてくると、色っぽさがそういうものにつながってくるところはあるなと思います。それが出てくるとやっぱりその映画とかで見てもいい女優だなと思いますけどね。まあそれは作品によるんでしょうね。作品が道徳的理想主義とか宗教的非現実っていうのを描いてなければ、漫画原作の作品は道徳的理想主義とか宗教的非現実っていうのが描いてないんで、漫画原作の映画に出てる限りは粋なんて出てこないんですよ。粋なんか出てくるのはでもはっきり言えば時代劇しかないわけですよ。時代劇が似合う女優になんなきゃ、まあ出てこないですよねこれね。杉村春子先生とかもこれがありますよ。私杉村春子先生の演技とかちょっと見ただけでボロボロ涙出てくるっていうかありますもん。それは道徳的理想主義とか宗教的非現実性とかなんか表してるところはありますよ。そういう女優さんいますよね。まあ日本だとまあ昔の女優さんはねやっぱそういう雰囲気ありましたけど、まあ時代劇とか作ってますね。今あんまり時代劇やんないですもんね。今の人はまあそんな粋とか、粋っていうのはでも基本その芸能界がもう吉原の延長線上に連なるような閉じられた反近代的な場所であれば、そこにの業界の中にいる女優さんには粋っていうのは出てくるでしょうね。今みたいなビジネスライクでやってりゃそんな道徳的理想主義とか宗教的非現実性の育児と諦めなんて表現しようないんですから出てこないですよ。まあ別に出す必要もない。粋なんていうもんはそんなもん、まあ、性的なものだけでやってきゃいいし、まあ別に女優が粋である必要も私はないと思いますから、別にもっと他のもん表現すればいいですし、まあそもそも別に舞台とか映画なんか見なくたっていいんです。なんもなくたって生きていけるんですから、なくたっていいんですけどね。まあただその日本のアイドルみたいなもんですよ。 AKB みたいなものなんか道徳的理想主義と宗教的非現実性は関係ないんですから、まあ性的ではありますけどね。なおさら二次元の絆愛とかなんかそんなもん何にもないですよ。何ですかあれ。何なんですかね。性的なもの、まあ、美体はあるのか。美体、色っぽさ、生めかしさ、なぜあるかっていうと二次元だからですよ。あれが触れないからじゃないですか。近寄れない、最初から近寄れないもんだからですよ。ファンタジーだからじゃないですかね。あんなもん別にでもほら、子供が見て喜ぶぐらいのもんで、なんだって話ですけど。で、続きですね。したがって、粋は無常の権威を欲しいままにし、次第の魅力を にぎわうのである、あふるうのである。粋な心につい垂らされて嘘と知りてもほんまに受けてという言葉はその消息を簡明に語っている。ケレルマンがそのちょ日本における散歩のうちで日本のある女性について
女について、ヨーロッパの女がかつて到達しない愛嬌を持って彼女は媚びを呈したと言っているのは、おそらく息の都を感じたものであろう。我々は最後にこの豊かな色彩を持つ現象としての生き、理想性と非現実性によって自己の存在を実現する美体としての生きを定義して、垢抜けして張りのある色っぽさということができないのであろうか、ということです。外国人から見てもヨーロッパの女性が到達しえない媚びを、日本人の女性を美体があるって言ってるんですね。その美体っていうのはやっぱり道徳的理想主義と宗教的非現実性を背景にしてるってことですね。それはヨーロッパにはない。ヨーロッパの小説見てりゃ分かんじゃないですか。女性も男性より情熱的でなおかつ理知的だったりするケースが、まあこの前やったね、コンスタンのアドルフのエレノールじゃないですけど、あんな感じですよなんかもう、まあなんか神がかってくるみたいな、神がかってくるっていうか粋ではないですよね。まあヨーロッパにはヨーロッパでカトリックがあるから、道徳的宗教的非現実性はありますよ。まああるか、意義に近いものある。媚びはないでしょうね。媚びない道徳的理想主義と宗教的非現実性がある女性は出てきますよね。例えばあの狭き門のアリサとか、はそうですね。あとはもうあとは貴族だから、もうあとは遊戯的な恋愛なんていうのは、自由恋愛に関してはもうフランス人なんかもう相当先行っちゃってるから、まあいい、あれでもフランス人の場合行きって言わないんだよな。でも日本の女性の方が諦め、フランス人の自由恋愛に諦めっていうのはないでしょうね。そのカトリック的なその信仰、カトリックでもプロテスト、ピューリタンでもいいんですけども、その信仰っていうのは別に諦めと関わってないから、仏教的な諦めが日本のあの花魁とかにあるってことですね。芸者とかには。だからその雪国読んで外国人がびっくりするのは、びっくりするっていうか、ノーベル賞の候補作になったっていうのはやっぱ諦めがあるからですよ。あの中にコマコとかピヨコのどうしようもない仏教的な、あれはヨーロッパにはないんじゃないですか。ヨーロッパで言うと、ヨーコはなんかカトリックの、まあ、カトリックでもピュ、まあ、なんですか、ユグノーでも何でもいいんですけど、アリサみたいになっちゃいますよね。あの、狭き門が。なんか狭き門のアリサしか思い浮かばないんですけど。あと何かあったっけ、なんかもう全部忘れちゃって、読んだ本のこともどんどん忘れちゃってるのが出てこないんですけどね。ヨーロッパの小説。ヨーロッパの小説って、まあ、自然主義の小説なんてもうそんな理想主義とか宗教的非現実性すら否定して書いてますからね俗物が俗物としてのたむち回る地獄みたいなのしか書いてないですからね。まあ、そっか、ドストエフスキーで言えばソーニャか、ヨーコがソーニャ。まあでも十字路にキスしなさいってヨーコは言わないですよね。そしては神に謝りなさい、私がやりましたって言いなさいとか、そんなこと言わないですよ。狂信者じゃないです。諦め、ソーニャに諦めなんかないですからね。ありがとうございます。明日までに聞いてみようかと思います。よかったら頑張って聞いてみてください。まあ後で聞いてね、まとめてあの3連休のね日曜日でも聞いてくれればいいんですけど。石黒さんの私を話さないで思い出しました。あそっか、そうですね。臓器提供するためだけにいる子供たちの住む雪国みたいな。だからあれを石黒さん、和尾石黒が私を話さないでを書けるのは、やっぱ日本文化の育児と生きの構造の中の育児と諦めにかかってるかもしれないですね。と思います。で、まあ美体としての生きは垢抜けして、垢抜けしてるっていうのは諦めがあるってことですね。垢っていうのは世俗の垢ですから、執着がないことを垢抜けるってことですね。で張りがあると、育児があって色っぽいと、美体があると、この3つがあって、日本人のまあ、とりわけ女性の生きっていうのは
あるんですよってことを言ってると。まあちょっと最後に付け加えときたいんですよ。これはあの郭の話ですよ。吉原の話ですよ。一般の世俗の女性の話じゃないんで、一般の世俗の女性が諦めがあったり育児があったり美体がある必要は私はないと思うんですよそんなもん今それ求められてないし、だってあと個人の自由と、まあ個人の自由求めてんだか分かんないですけども、日本人がそれは分かんないですけども、私は粋になりたいですって言ったら、もうそれはなんか明日からでもキャバクラに勤め出すとか しないと粋っていうのは成り立たないでしょうね。そういうこと言ってんじゃないですか。全近代的なもんですよ。それは芸能人とか粋でいいんですけど、一般の人は別に野暮で十分ですよ。野暮の中でも理想主義なり宗教的非現実性なり感じて生きてるんですから、何も生きがる必要ないって、生きがるって言葉は嫌がられると、生きがるっていうのは業界の人間の言葉だってことですね。一般のボン客の庶民の話じゃないと。特殊な業界の中に芸能界とか生きる人は生きがって、それが商売になって、美体になって、育児になって、諦めになってんだから、それはそういう人はじゃあそういうことやってりゃいいんですけども、我々みたいな読書人階級はですよ、まあ、別に粋である必要なんかないっていうか、まあ粋である必要ないんじゃないですかね。野暮で十分ですよ。いや野暮天ですよ。そんなでいいですよ。開き直すしかないですよ。粋があるやみっともないよ、そんな、ね、ということでした。じゃあ皆さんありがとうございました。なんか結構頑張って説明しちゃったな。まあそういうことでした。あのトコトコさんありがとうございました。スーパーチャット、あ、さくらさん拍手ありがとうございます。朝は雪国なんで、ちょっと私もその今説明したね、美体と諦めと部屋とワイシャツと私みたいな、美体と諦めと育児と諦めを考えながらね、感想文書こうかなと、まあ思いましたということです。じゃあおやすみなさい。あ、白熊スタンプありがとうございました。おまみこさんありがとうございます。拍手、斉藤さん、さぶらさんありがとうございます。じゃあおやすみなさい。失礼します。